クライアントパークはニューヨーク市マンハッタン区にある公園である。タイムズスクエアとグランドセントラル駅の中間に位置する。ミッドタウンのオフィスビルに囲まれた中で緑の多いこの公園は周辺の企業に勤める人や観光客の憩いの場となっており、年間を通じて多くの人が訪れる。また、ここでは定期的にコンサートなど色々な催しが行われている。 ニューヨーク公共図書館は、この敷地内にある。公園の敷地は6番街、5番街、40丁目、42丁目に囲まれている。そのため41丁目の通りはこの公園によって、東西に分断されている。広さは3万9000平方メートル。この敷地内の5番街側には、ニューヨーク公共図書館があってその建物がこの公園の実質上の東側境界をなし、 六番街側が正面入り口となっている。公園の地下はニューヨーク公共図書館の職になっている。ニューヨーク市所有の公園であるが、運営は非営利団体のブライアントパークコーポレーションがニューヨーク市公園局に協力して行っている。色い々ろいろな行事が定期的に開催されているが、主なものにがある。チェス、ヨガ、ジャグリング、対局拳 編み物の講習も行われている。ブライアントパークコーポレーションはこの公園の運営を行っている団体である。1970年代のニューヨークが荒廃していた時期、ここは麻薬の売人、売春婦、ホームレスのたまり場となってしまい、一般人の立ち入れない危険な場所になっていた。この状況を改善するために1980年に ブライアントパークリストレーションコーポレーションが設立された。その後2006年に団体名は現在の b p c に変わった。設立当初はロックフェラー・ブラザーズ・ファンドから資金援助を受けていたが、現在は公園周辺の企業や団体からの資金と催しの収益によって運営されている。b p c は公有の公園を私的に運営する。 団体としてはアメリカで最大の資金規模を持っている。BPRC は、我間取り論に基づき落書きの消去、壊れた備品の修復などのプログラムを厳格に実施し、警備員を配置し、不法行為の防止を図った。これにより一定の成果が得られたが、さらに1988年から1992年にかけて公園を閉鎖し、 社会学者ら意見を取り入れた4年がかりの大規模な改修を行った。それまでの公園地面は道路より高く、また周囲は池垣に囲まれていて道路から隔離された場所になっていたが、地面を掘り下げて池垣は撤去した。これで外の公園と道路との互いの見通しが良くなり、公園の利用者に安心感を与えることができた。その上で道路から、 見通しの良い新しい公園入り口を作り、フランス風庭園として遊歩道、街灯、木々、花壇などを整備した。また、この公園ではベンチではなく、椅子を置くことにした。これは、社会学者、ウィリアム・ホワイトの自由に、場所と向きを変えられる椅子を置けによって利用者のエンパワーメントを強化できるという主張に従ったものである。今日ではこの公園だけでなく、 アメリカ中にこの椅子の採用例が見られる。さらに2002年、公衆無線ランをニューヨークの公園としては初めて提供開始した。2006年には長い間閉鎖されていた公衆便所設備を一新して使用再開した。ありがとうございます。